大笑いのコスモブラック。おはようございます、小田啓太です。今日はですね、秋の野池攻略っていうことで、このね、オーバーライド、4分の1、8分の3、2分の1の3タイプをメインに、ここぞというね、ピンスポットはこのドライブカーリーで、この2つのルアーでね、攻略していきたいと思います。よろしくお願いします。またアサインでまたリアにして、浮き上がり重視のセッティングできます。おー、食った。あー、バレた。ど真ん中で、やっぱフラット側にいましたね。でね、ね、こうやって見たらすごい木がいかにもついてそうな感じするんですけど、実はね、あっちに流れ込みが3本流れてて、まあ本当小さな流れなんですけども、ああいう流れがね、こう当たる側の水の流れが発生する側の方になんかね、バスとかベイトフィッシュが溜まってる感じですね。減衰してる池っていうのは結構もう本当にどこにいるか分かんないことが多いんで、こういうメタルバイブっていうね、これ広範囲に探れるルアーっていう、すごい相性いいですよね。かわいいけど、オーバーライド8分の3ですね。ビッグからね、こういうサイズまで連れてくるのがこのメタルバイブの強みです。ね、まあこの池に来たらまずね、この立ち木が目についちゃうと思うんですけども、意外とね、打ったんですけど反応なかったんで、次に注目したのは流れ込みが絡むフラットの一番深い部分ですね。まあ、かなりこれ減衰してるんですけども、こういう時こそ真ん中にね、魚がたまるんで、ここをね、メタルバイブで引いてあげると連発なんてこともありますよね。まあ水質がね、かなり減衰しててマッティーなんで、ちょっとね、ドライブカーリーのカラーをもっと目立つものに変えたいと思います。こういうチャートカラーが入ってるグリパンチャートですね、これにちょっとチェンジしたいと思います。こうドライブカーリーのね、こうピロ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 ーでこう寄せて、あとはそこでこう微妙にシェイクしてあげてテールを揺らしてあげる。でまたステイを入れる、また揺らしてあげてステイを入れる、これの繰り返し。こうやってゆっくりズル引きするだけでも割とね、こうテールが機敏に動いてくれるんで、ズル引きも交えて何かこう引っかかりとか違和感があったらそこでシェイク、でまたステイ。話すな、チリか、ポンドは分か、食ってる？今度は取った。犯人はこいつでした。
この池のど真ん中バス。ピロピロシェイク聞きましたね。でもこう真ん中になかなかねこうワームを掘り込むっていうのはすごい非効率な作業じゃないですか。ね、それをねさっきメタルバイブでサーチしたからこそここにいるなっていうのがね分かって丁寧に攻めれるんで、やっぱりねあのメタルバイブのサーチ能力っていうのは非常に役立ちますね。あとねこういう減衰したの池で来た時にあのすごい地形が今生まれ分かりじゃないですか。ああいう風に沈んでるもんとか、あとは例えばこういうとことかもねすごいオーバーハングしてたりするとこがあって、こことかねバスがこういうオージュアップのバスが余裕で隠れるぐらいの隙間があるんですよ。だからこういう時に覚えといて水が増えた時にまた、ね、覚えたとこを攻めてあげるっていうのもありですね。2箇所目の池来たんですけども、めっちゃ濁ってるんでこのねブルーバックチャートで行きたいと思います。この池はね本当はあのその池によって水質が全く違うんで、この、ね、新しい池に到着するたびにちょっと池の水色見てカラーを合わせていった方がいいですね。水深が浅いんでまたリアアイにして、ゆっくり引いてあげる。いやー、作戦遂行。よっしゃ。いやー、作戦成功しましたね。小ぶりだけどストレートリタルブで食ってから。メタルバイブといえばね結構玄関機のイメージがあるんですけども、実はねこの秋の 魚食性が高まるタイミングにも強くて、あの結構早巻きとかあの、ね、素早いフォールとか出せるんで、あの通常のルアーだったら見切ってしまうようなねあのバスもバイトしてくるんで、全然もう秋から使っていただけると思います。であとねそのメタルで今まで釣ったことがないって方もおられるかと思うんですけども、いきなりね冬からやると、やっぱり冬なんでそんなにね1日ね10回も20回も当たりがないと思うんですけども、今のシーズンだったら、まあ、10月11月であれば、あの結構な確率でバイトしてくるんで、この時にね釣って練習しておく、そしたら1、2月もねこう確信を持っていけるんで、ぜひねこの早い段階でちょっとメタルバイブ使ってみてください。ある程度こうピンスポットが特定できてたりとか、あとはあの小場所水深が浅いとかいうとこは4分の1がいいですね。一番やっぱりこうスライドが出やすいオンスなんで、浅いとこでもしっかり見せれるっていう。バズってるっぽいんで表層引きメタルバイブ、後ろのアイにつけてあげるとすごい浮き上がりやすくなるんで、こうやって早く巻いたらねこうやってボイルみたいな演出できます。これ結構活性上がったりねするんで、
フィナーベイトのあのバジングみたいな感じですかね。でこれで一通りやって食わなかったら通常の藍に戻して、今度はリフトアンドホールで狙います。でバイトはほとんどリフトした後のホールで食うこと多いんで、その後は注意やっぱりよしよしよし、オーバーライド4分の1、ね、リフト&ホールで出ましたね。バジングが効いたのかな。よいしょ、ちょっとマット系のカラーに。同じヒットカラーの次は8分の3を書いてみます。池のど真ん中やるときはね、やっぱりこれがぶっ飛んでくれるんで83ですね。でこれでも届かないとか、まだ深い水深が深いとこはこの一番、まだちょっと発売してないんですけど、今作ってる2分の1オンス、これがいいです。交互期待ですね。まあメタルバイブのリトリーブの使い分けなんですけども、あのこうやって棚巻きしてるときは、まあレンジが浅いときとか、あとああいうフローティングストラクチャーですね、ああいうとこって結構バスがサスペンドしてたりするんで、思いっきりもう着水したらすぐ巻いて、その浮いてる魚を狙っていき、ね、狙ってます。でリフト&ホールするときはもっとこうボトムのね、まあ、ブルーギルとかエビとかを食ってるような魚を意識するしてるんで、まあ、場所とか何を食べてるかによってリフト&ホールなのかストレートリトリーブなのか、使い分けて、いただければなと思います。ああいうちょっといかにもな立ち際、ね、ドライブカーリーのガード付き猫で、これやったらあの立ち木の中とか引けるんで、おー、時間食ったーよし、おお元気元気、抜いちゃいますね。よし、ワカサギカラー出ましたね。ホールしてからちょっとね待ってあげたら、クンクンと食ってくれました。あのそのまま落ちていってんのかなと思ったら実は食ってたって感じ。やっぱりラインをよく見て、あの辺りをね確認すること大事ですね。でこういう沈んでる木やるときは、あの結構その表面に出てるとこじゃなくて、中に結構、例えばこういう沖側にもうまだ木が入ってたりするんで、ダイレクトに狙うだけじゃなくてその周りもね結構攻めると釣れることが多いです。よっしゃ、やっぱり振った、ピロピロ波動効きますね。ドライブはキーよいしょ、日からフィーディングしてたやつかな。結構しつこく打ってあげると食ってくれましたね。どんなの池、まずはねやっぱりある程度濁りがあった方が基本的にはやっぱ巻き物なんで釣りやすいですね。濁りと、あとは水深が深すぎない方が、あの上下動がないんで、そのバスを見失い
にくいですね、こちら側が。とあとわずかでもいいんで、やっぱりその雨が降ってなくても水の流れがあるっていうのもやっぱり重要ですね。今日釣れてるとこもやっぱり全部そうなんで。あとはまあ本当ね、蓋開けてみないと分かんないっていう部分があるんで、とにかく数多く回るっていうのが、今日も結構短時間でパパパパ移動してると思うんですけど、粘りすぎないっていうのが大事です。だからまあ大体僕の回るときは、まあ、朝一はこう確実に釣れるだろうっていうバスが濃くて、よく釣れるであろう池に行って、そこからこう、まあ、9時10時とかって結構難しい時間じゃないですか。例えばこう今日みたいに晴れちゃったりしたら難しいんで、そのタイミングはもうね、もう捨ててしまって、もうプラクティスと思って割り切ってやって、とにかく回っていって状況だけ見て、でその中から最後そのベストな時間にベストなのを行けに行く、そんな回り方してることが多いですね。ちょっとね、黒っぽいカエルをね、すごいこの野域 見かけたんで、今度はね、コスモブラックっていうねカラーにチェンジします。もうウェイトは4分の1オンスですね。これはいいぞ。ストレートリトリプで。バレんなよ。バレんなよ。よし。かかりが見えへんから怖い。よっしゃ。オーバーライドコスモブラック。4分の1オンス。いい。いい魚っすね。今ですね、これ何度もね、これ引いて、あ、もうダメかなって思って戻ってきたんですけども、ずっとね、こうボトム付近をゆっくりゆっくり巻いて、リアアイで、一番バイブレーションの強いリアアイで巻いてあげて、バフッと吸い込んだ感じですね。たまらんすね。今ね、10時半頃なんですけども、ちょうどね、さっきまで朝方割と曇ってて、いい雰囲気だったんですけど、ちょっと急に光が差してきて、で風もちょっと吹いてっていうことで、そういうね、やっぱり変化のタイミングで今食いましたね。ちょっとマイナスかなって思ったんですけど、やっぱりこれから寒くなるシーズンっていうのは、この水温上昇っていうのはね、すごい重要なんで、まあ、そういう変化のタイミングを必ず見逃さない。だから逆もしかりなんですよ。これずっと例えば晴れてて無風だったりしたら、ローライトになったタイミングが良かったりするんで、まあ、何しかそういう変化をね、敏感に感じ取ってやっていきましょう。とね、メタルバイブって必ず底を叩くもんなんで、どうしてもね、針がこう生くらいになっちゃったりとか、こうやって今、まあ、かけてこうやってもう形がめっちゃ変形してるんですけども、そういうことが多いんで、予備針っていうのはね、必ず持っておきましょう。こういう今ほんまこの池ね、多分これ水深真ん中で多分1メーターあるなしで、これ手前ほんまにも50センチとかめっちゃ浅いんですよ。今のところも多分くったん50センチとかいうところだと思うんですけど、そういうところでもこれやったらゆっくり巻けるんで、ね、やっぱりこうゆっくり巻いてもダブルフックと、あと、ね、リアアイにすると前傾姿勢になるからめっちゃ引っかからないんですよね。だからこうボトムの何かにこうぶつけてリアクションバイトを狙ったりとかいうのは非常にやりやすいですね。あとね、結構このカエルの卵あるじゃないですか。こ
これがねある池はすごい良くて、しかも結構このカエルの卵にこうやってボーンってぶつけて、リアクションバイトを狙うっていうことができるん でなんかこれ自体にもねなんかたまについてることはあったりするんで、こういうの見つけたらちょっと狙ってみてください。おお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 おやり直し聞いた。ちょうちん釣りでドライブワッキーの、まさかこの時期に水面で食うとは思わなかったです。まあまあいい魚じゃないですか。今のはですね、ちょっとミスキャストをして、オーバーハングに引っかかってしまったんですけども、まあ、そのミスをあえて利用してね、水面でこう虫みたいにちょん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 やってるとカバッと食ってくれた感じですね。だからまあ、引っかかったとしても焦らず、そのせっかくの機会なんで、ね、水面でちょんちょんしたり、もしくはもう水の中入れてからシェイクしても、もうその一点シェイクできますね。その場で必ずね、せっかくの機会を利用してみてください。小バッチでした。エンジョイサイズ。連発。ドラカリー。よっピロピロフォール、やっぱ効きますね。こういうね、タテストでやっぱりすげえすげえ。はい、お疲れ様でした。今日はね一日、オーバーライドとドライブカーリーを使って、まあ秋のね野池の数釣りと、まあちょっと一発いいサイズも出て、非常に楽しかったんですけども、今回ねやっぱりこの4分の1オンスが非常にこの、ね、見ての通りこう野池が減衰してるっていうことで非常にマッチしてくれました。なのでまあ野池の水深とか見ながらね、ウェイトを使い分けて、まあ、このオーバーライドで反応があったとこはドライブカーリーでフォローしてあげるっていう、まあ、この、ね、2つの組み合わせで結構この秋の野池、秋冬の野池ね楽しめると思います。まあ、オーバーライドに関しては、ね、ちょうどこの紙面が出る頃に、一番時期的にはもっとスタートしてくると思うんで、ぜひねフィールドで試してみてください。ありがとうございました。